本日は専属デジタルミュージック&アーツプロジェクト2023にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は音楽音響デザインコース教員の森と申します。本講演の進行を務めさせていただきます。本講演ですが、この対面のですね、ライブに加えて今回は配信でもお届けしていますので、配信の皆様もどうぞよろしくお願いいたします。さて、本講演ですが、コース内ではですね、デジタルアーツというような略称で呼ばれておりまして、毎年10月の初旬にですね、行っていますが、アートとテクノロジーの融合というね、ことをテーマに、さまざまなその学生の視点で作られたパフォーマンスというのを披露させていただいております。今回はモーションキャプチャー、これはもう毎度ということなんですが、モーションキャプチャー、それからメディアプログラミング、そして昨今話題になっております生成 AI ですね、これを使った作品、さらにはマルチチャンネルオーディオですね、こういったものを使用した作品に加えてですね、さらにバンドやそれからクラブミュージックまでですね、幅広い非常に多様性のある作品を皆様にご覧いただきます。プログラムの詳細はですね、皆様にお配りしていますプログラム冊子ですね、そちらご覧いただきまして、作品の解説、それから出演者の詳細ですね、かなり大きなプロジェクトもございますので、そちらご確認いただければと思います。それと配信をご覧の皆様は YouTube の概要欄ですね、そちらの方にプログラムのPDF がございますので、ぜひそちらをご覧ください。そしてですね、今回このデジタルアーツは4年ぶりにですね、こうやってお客様を会場にビッグマウスにお招きして開催できました。思えば本当に2020年ですね、コロナの初年度ですかね、授業はもう4月からずっとオンラインで、学生にもこう実際に会うことがなくてですね、とうとうこの講演も止まってしまうのかなと思ったんですが、当時学生たちといろいろ工夫しながらですね、配信でライブをやったのを今思い出しますが、今こうしてですね、お客様に入っていただいてこの様子を見ていると本当に感慨深い思いがいたします。そしてぜひですね、ここの会場に今日いらっしゃっている皆様にはこのライブをですね、盛り上げていただきたいなと、一緒に盛り上げていただきたいと思っております。はい、それではぜひ最後でね、お楽しみください。それでは早速最初のパフォーマンスに入ります。アステラホルツの皆さんです。お楽しみください。桜が花開くたびに生まれ変われるミスター。日の光浴びて駆ける坂道、吹き抜ける風、香る空、全部スタート告げるチャイム。つま先鳴らし見つけた春はまだつぼみだって、ワンステップ大きくね。ああ世界は生まれ変わるから、新しい自分、満開のハート、変わる季節だよ。桜が花開くたび心は進化する、いつか夢見たステージに助走をつけてダイビング。壊れないなんてない、私がチャンスになる。桜が花開くたびに生まれ変われるミスター。
私たちのライブ楽しんでいってください。それでは次の曲どうぞ。壊れた景色が霞んで淀んでく影が追いかける。迷走する悪夢が僕らを笑うと落ちてく迷路は叫んで崩落する床はあざ笑う。崩壊するその世界が僕らの未来だ。繰り返した夢の果て囚われた迷路が心の底を見る。そんな幻何度叫ぶ未来に僕らも然とかける。そう何度も息を止め。さあ今宵を告げる月の日よ、醜い姿を見せろよ。照らした街路情勢に集う人ならざる者。フラッテブンその世の流し目すように僕らは闇夜に救う毒、そう無黒の影だ。廃れた世界が霞んで荒んでく僕は投げかける。生きている意味はないんだろうと答えるあなたは笑って。後悔するから朝笑う。崩壊するその世界が僕らの未来だ。打ち上げた時の先囲われた景色はあなたの家を知る。そんな幻に過去も消えて未来に僕ら呆然と照らす。そう何度も息を止め。さあ今宵を告げる海のせいよ、醜い姿を見せろよ。照らした街路樹も背に集う人ならざる者。フラッテブンその世の流し目すように僕らは何度も差し伸べた。そのうつろな果てはさあいつかは終わる。その夜景色と奇跡を描いた世の果てを背に集う人ならざる者。フラッテブンその世の眺めせる果てに僕らは闇夜に救う毒。そうこれが答えだ。ここまで聞いてくれてありがとうございました。改めまして桜梨央、くすのきさゆき、私たちラブフロースです。さゆきのステージすごかった。梨央もすごく輝いてたよ。ありがとう。今日こうしてライブをしてみてやっぱり歌が大好きだって実感したな。さゆきもそうでしょ。うん、それにすごく楽しかった。私もさゆきも自分の好きに全力だったからこそできたステージだったね。そうだね。大好きから逃げないでここで歌うってそう選んで本当に良かった。最後の曲は君と私たちのそれぞれの旅路に送ります。世界は敵じゃない。この先も君が願う未来に手を伸ばせますように。好きなことを好きなだけ。そう、これが答えだ。聞いてください。未来リーチングアウト。夢も翼も草木も曖昧な僕ら、捨てるにはあまりに青すぎる木の夜の果てが色づいて花が咲くなら、足踏みも寄り道も君だけの最適解。輝きなんてないと世界に背を向け
ございました。はい、アステラホルツの皆さんでした。それではですね、転換中に出演者にですねインタビューをしてみたいと思います。それではお二人ですね、松原さんと平林さん、ちょっとこちらの方にお越しください。はい、まあ、トップバッターということでね、まあまあちょっと緊張もありながらというところだったと思いますけども、モーションキャプチャーいきなり使ったパフォーマンスということで、まあ、素晴らしかったですね。ありがとうございます。はい、それではですね、まずお二人にパフォーマンスの感想をねちょっと聞いてみたいんですが、松原さんからどうぞ。はいはい、そうですね、まあ、ここまでまあ、モーションキャプチャーだったり今回ここで、まあ、6チャンネルの立体音響を使った作品っていうのを、まあ、全部一つにしてこうやって形にできると思ってなかったので、もう今こうやって作品が披露できたっていうことに対しての自分自身がすごい嬉しいというか楽しい気持ちですね。よかったですね。まあ、大きなプロジェクトですよね、一言でね。はい、じゃあ平林さんいかがですか。まあ、そのキャラクターがさっき好きに全力でやれてよかったっていうセリフがあったと思うんですけど、実はその制作スタッフも全員そのこの企画によっては好きに全力だったんですよ。その集大成が今完成したっていう達成感でもね、満たされてます。熱いですね。ありがとうございます。山田さんの熱さを受け止めきれずにいる私はちょっとどうしようかと思ってますけども、はい、なるほど、わかりました。それで、松原さんと平林さんね、お二人ともね今4年、松原さん4年生ですね、で平林さんが3年生かな。で毎年のようにこのデジタルアーツにね、関わってくれていて、うん、特に平林さんは、ね、スタッフとして関わってて、今回ね初めてステージにっていうことだったんだけど、ね、いきなり、まあ、おたげをこう披露するという素晴らしいデビューを今飾ってくれたんですけども、このあたりの演出っていうのは どんな感じなんでしょうね。どちらが綺麗なの。ね、まあ、演出については本当に今回、まあ、ステージに立っていない、まあ、メンバーも含めてみんなで話して、一つの、まあ、アイドルを作りたい、アイドルをのユニットを作ってそれをパフォーマンスしたいっていう、まあ、願いがあって、その今回はこの場でその一つのライブステージを再現をする、そのバーチャル空間で行われているそのライブステージをこの空間で披露するっていうのをテーマに制作をしました。なるほど。じゃあその世界観、ね、演出のための、ペンライトっていうのかな、あれ、はいね、サイリウムっていうのかなああいう演出だったということですね。はい、分かりました。それではまず平林さんにモーションキャプチャーじゃないか、そのモーションキャプチャーなんて制作過程っていうんですかね、ちょっとそのあたりのことを聞きたいんですけど。はい、ですね、この企画においてはまず世界観の作り込みというところから始まりました。まあ、まずこういう世界観があって、そこにどういうキャラクターがいて、それでどういう歌を歌うのか、そういうところをメンバーたちで考えるっていうところから始まって、それでその次に2つの工程に分かれました。1つ目がその、モデリング、その 3D モデル、人形の制作ですね。でその2つ目っていうのが、その演者さんたちとの、このキャラクターはどういう動きをするんだろう、どういう踊りを振り付けをするんだろうっていうことを考えるっていうところをしました。で3つ目にモーションキャプチャー、これはその人形とその振る舞いをくっつけるっていう、そういうものでございますですね。それでまあそのくっつけるっていうので、まあその演者さんの動きを、いや、あらゆる角度からのカメラで撮って、それを 3D の動きのデータにして、それをそのお人形に当てるっていう作業になるんですけど、もうその瞬間の感動は忘れられませんよ。共有してくださいよ。大丈夫ですね。はい、喜びを表しましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、そろそろ次の準備ができたようなので、次に行きたいと思います。それではアステラホルツの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。はい、それでは次のパフォーマンスに参ります。いつしかのボカロ劇場です。お楽しみください。
Thank you.
はい、いつしかのボカロ劇場のパフォーマンスでした。それでは作曲者のあとパフォーマンスをですねやっていただいた李土一新さんですね、こちらにお越しください。ありがとうございます。はい、じゃあ少しねお話を聞いていきましょう。まあ、非常にね、こう個性的なこう世界観というかね、ありがとうございます。繊細に表現されていたと思うんですけども、はい、まずパフォーマンスの感想をね聞かせてください。はい、やっぱ専属で初めてこういう場所で初めてこういうなんかエフェクターを操作するライブをするのは初めてなんで、まあ、一番の感想としてはやっぱ緊張しましたね。はい、じゃあまず無事に終わってよかったですね。よかったです。パフォーマンス自体は、ね、すごく落ち着いてて、ね、初めて大学でやるのは初めてっていうことですよね。外でもあんまりやったことないですか？そうですね、昔一応外でバンドやったことあるんですけど、うん、機材とか全然違うので、ね、はい、コントローラー一つでステージに立つのって結構怖いよね。怖いです。そうだね、はい、なるほど、分かりました。それで今見てる限りは鍵盤があるんだけど鍵盤は弾かずに何かノブをこう回したり、はい、何か叩いたりね、しているように見えたんですけど、具体的にどんなことをしてたのか教えてください。はい、そうですね、一応キーボードはキーボードとしてではなくてコントローラーとしてなんかソフトにかけているエフェクター、リバーブとかディレイとかそういうエフェクターをキーボードのノブとスライダーにマッピングしててそれで操作しています。なるほどね。はい、ノブなんかだとこう、ね、回すタイプなのでその体の動きとその音がね、まあ、フィルターの動きとか、はい、そういうものとかよく分かるんだけど叩くっていうのは実際何をやってたんですか？あれは、うん、一応パタ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 ね、こう指先が早く動いてたけどスイッチみたいなやつなんで、うん、で押せば何エフェクターかオンにして、なるほど、ね、で離したらなんかそのエフェクターがなくなるっていう感じで、はい、なるほど、なんかスイッチみたいな感じで使っています。だから作品としてはすでに完成された音源なんだけども、まあ、パフォーマンスの中で、はい、そういったエフェクターをリアルタイムにかけて、そうですね、まあ、変化を、ね、はい、加えていくっていうことですね。はい、いろいろ音の変化をさせてパフォーマンスをやるっていうことですね。そうですね、はい、だからまあ DJ なんかともね少し近いのかもしれないけど、まあ、PC ベースですから、はい、よりこう自由度が高いっていうかね自分の好きにこうエフェクター音の処理をアサインできるっていう、そういう感じですかね。はい、なんか例えばボーカルのどっかでなんかやっぱここの残響感を足していきたいなと思ったらリバーブを増やして、でその場でなんかその場で操作するから割と楽しいっていうか。そうですね、はい、まあ、外で聞いててもねちゃんと音響の変化って聞き取れるんでね、はい、特に元からこう作られたその曲の、ね、テンポってあるじゃないですか。だからそれとはまた別の、ね、リズムみたいなものがね、はい、コントロールでこう特にノブの、ね、操作とかで作られるっていうのは面白いかなというふうに、ね、はい、思いましたね。確かにやっても楽しく思いました。そう、はい、なるほど、
あとはその全体の制作の流れの中で映像ですよね。これもご自分で作られてるんですね。あ、自分で作りました、うん、これはどんなソフトを使って作ってるんですか。まあ、一応DAO 上でMIDI ノートに反応するやつ、まあ、オーディオではなくてMIDI ノートに反応するやつに、まあ、例えばキックのノートが来たらなんか丸いやつが動くみたいな感じで、まあ、音と連携させてやっぱ連動させていることを見せたいので、そんな感じで映像も作りました。ね、すごい映像とこうインタラクティブにね音が反応してて、はい、効果的だったと、ね、思います。はい、それでは次の、ね、パフォーマンス準備ができたようなので、リードイッシーさんですね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは次のパフォーマンスで、寺巻嵐さんです、お楽しみください。
デナマキ嵐さんですね、ありがとうございます。それではこちらちょっとお話をね聞いてみたいと思います。
2曲目 の、 あのなんですか人体のモデリングの、ね、映像と本当にこうインパクトが強いというかね、そういう作品だったと思いますが、まずはパフォーマンスの感想いかがでしょうか。こうやって人前に出て、自分の作品を発表してパフォーマンスもするっていうのはその人生で初めての経験だったので、すごい緊張したんですけれども楽しむことができてよかったと思ってます。ね、だから すごいですよね。人生で初めてこれだけできるということは、あと10回やったらどうなるんだろうというぐらい完成度が高かったなってね思うんですよね。なるほど。それで、まあ、音楽の方ですよね、はい。さっきゲネで聞かせてもらった時はどっちかというと映像のインパクトが強くて、はいはい、あんまりこう印象がなかったと。今聞いてみるとあれですね、いわゆる IDM 系の、はい、そうですね、曲なのねこれはね、はい。うん、なるほど。で、それに映像を後からつけるっていう、はい、そういう手法なんですね、はい。うん、なるほど。ちょっとね映像の、ね、作り方がすごく、ね、興味深いんで聞いてみましょうか。ちょっとじゃあ映像の制作についてお願いします。はい、映像は CG を使って自分で作った映像にで AI を使ってエフェクトを上からかけるという形で今回制作にしました。うん、まあ、1曲目2曲目ね、はい、まあ、それぞれちょっと違う部分はあるんだと思うんですけども、その映像 の、 その制御ですよね、はい。それにその生成 AI を使っているっていうことなんですね、はい。まあ、オープニングの時にもそういう作品ありますという話したんですが、そのどういうふうに実際使ったのかっていうのをちょっとお話してもらえますか。どういうふうに、あれですね、そのエフェクトっていうのを自分でかけるってこともまあできたにはできたんですけど、それだけだとなんかインパクトに欠けて、まあいい映像ではあるんですけどそんなに面白みのないというか、そんな頭に残んない、あくまでその音楽のバックグラウンドでしかない映像みたいな感じになってしまうことが多くて、でその自分がその指示は出せるんですけど、 AI って指示は出せるんですけど、その指示した結果どうなるかは結局動画が生成されるまで分かんなくてっていうのがすごい面白いなと思って、その予定調和じゃないものが出来上がるんじゃないかなと思って使いました。まあ、文字を要するにあれですね、入力とするっていうことですよ ね、はい、すね、単語であったりということで、それは今回英語をじゃあ入力したのかな。はい、英語で入力しました。で英語を入力して、それに、まあ、AI 生成 AI の方で、はい、それを映像のエフェクトのコントロールとして回答してくるって、そうですね、はい、そういうことですよね。そういうことです。なるほど、はい。そうすると、その映像のエフェクトのかかるタイミングとかそういうのっていうのはデラマキ君の方である程度コントロールする。タイミングはそうですね、うん、やっぱここにこの感じの映像が合うなとか、うん、ここに合わせたいなっていうのはやっぱ曲作った自分が一番そこはよくうまくできる自信もあったし、うん、で AI にまあもちろん任せることもできるんですけど、そこは自分でやろうと思ってそこは自分でやらせてもらって、うん、そのエフェクトの面白いところは AI に任せてもらってっていうやり方をしました。なるほどね。からまあね、人と人とのセッションとかね、はい、まあ、音楽の場合というのはまあ、即興演奏なんか特にですけどね、自分と誰か、ね、一緒にこう演奏を作り上げるというのがあるんだけど、まあ、そういう意味では AI と一緒にそうです、ね、作ってるという感覚なのかな。作り上げた作品みたいな感じになります ね、 ね、すごい時代になってきましたねAI を学生が、それも出名巻君今大学1年生だよね、はい、1年生です。そうなんですよね。そういう勉強ってどこでしてるの？要するにそれが僕が聞いたらおかしいか、音楽デザインで勉強してるんだけども、このコースもですね、いろんな授業展開してますけども、まさかまだね生成 AI の授業はないもんね。そうですね、ないですね、うん。やっぱ自分でとにかく調べまくるっていうのがやっぱ一番自分の勉強のもとにはなってるかなと思います。 Google とかでその生成 AI っていう単語を打つだけでもすごいたくさん の、 そのチュートリアルも出てくるし、やり方だったりコツだったり、あとこういうアプローチがあるよみたいな方法とかもたくさん出てくるので、それをとにかく見まくって、で自分の作品に生かせるところをどんどん見つけていってみたいな感じで。そうですね、だからまあ方法論ですよね、結局ね、はい、どう生かすかっていうところを今いろんなこうトライをね、うん、クリエイターがしてるっていう段階ですかね。ちなみに今回 の、 デジタルアーツの、はい、フライヤー、はい、カラフルなやつ、はい、あれの背景も、このコースの田下由里先生が生成 AI で画像を作ってくれて、でね、背景ね作ってそれに文字を重ねたみたいなね、うん、感じなんですね。はい、わかりました。それではね、まだ1年生ですからこの先もね、はい、どんどん新しいこと挑戦していってください。ありがとうございます。はい、寺巻荒さんでした。は
い、それでは次のパフォーマンスで来聖書さんです。お楽しみください。Thank you.
はい、来青少さんのパフォーマンスでした。それでは来さんこちらに来てお話を伺います。ありがとうございました。はい、来さんね、実は昨年もね同じこのなんていうんでしょうかねスタイルでねパフォーマンスをしてくれて、はい、まず感じることはもうだいぶこう音楽それから映像ね両方ともこうパワーアップしたというかねすごくスキルが上がったなという感じなんですが、まずご本人のパフォーマンスの感想を聞かせてください。そうですね、パフォーマンスの直前まではまだまだいろいろ失敗してていろいろ練習してきてから自分にとっては悪くないパフォーマンスになって一息ほっとした感じです。安心しました。まあ、今回はね、まあ、パフォーマンスもそうなんですけれども音響面でいうとね6チャンネルをね、はい、使っていてまあ、皆様 の, その客席の両サイドですねまずねスピーカー2つ、ちょうどね見えると思うんでちょっと薄ぐらいですかね。で後方にもあります、まあ6つのスピーカーから今ね音が出ていて、はい、でまあ、例えばキックの音とかもね後ろから出ていたり、はい、かなりなんていうんですかねこういろいろなその音響のね工夫っていうのをねしてくれてるなっていうことですごく効果的だったと思います、ね、ありがとうございますね。はい、でこのライさんの手法なんだけど、はい、まあ、今回ね映像のある作品いくつかあって例えば映像を先に作ってから音を ね, とかね、はい、その逆とかっていうのがあってあとは同じリアルタイムのものでもいわゆるミディを使ったものっていうのがあったんだけど、はい、ライさんの場合はいわゆるメディアプログラミングっていうやつですよ ね, あすね、まあ、一から自分でプログラミングで、はい、この音と映像、まあ、映像の方か、はい、を作ってるっていうことですよね。はい、うん、MAX-MSP という音楽プログラミングのソフトを使って、音楽を流しながらその音楽の音量の大きさとかで反応してその映像も一緒に反応する感じです。そうですよね、はい、だからまあまあインタラクティブとかねそのようですなんかそういう言い方がこうあると思うんですけどもその映像のインタラクティブな部分というのは全部自分でね、はい、作っているということですよね、はい、でこの音というか音楽の方、はい、音響はさっき説明したんだけども音楽に関してはどうですか。音楽については、今回がマルチチャンネルでしたので、パンニングによっていろいろ の, 音楽の聴き方があってでいかにそれを生かすのが一番の課題でした。そうですね、まあ、ライさんね、まあ、作編曲の実は先行ではなくてねはい、それはある意味独学というかこうあれかな、はい、そういう部分は自分で勉強している感じなんですかね。はい、はい、でライさんじゃあ先行とか分野は何ですか。先行が録音です、うん、そうなんですね、
まあ、音楽音響デザインでは今作編曲とそれから録音とあとまあメディアコンテンツっていうまあ3つの分野が あるんですけども、彼はね専門は録音の分野なんですね、はい、うん、ですから、まあ、本当に作編曲に関してはね、はい、何も自分でねやる感じだよね、するしかないです。そうだからここがあの音楽音響デザインコースの学生さんというのは面白くて、まあ、4年間ありますからね、はい、もちろん専門以外にもたくさんこう勉強していくと。でね、例えばゲーム会社に行こうと思ったら作編曲だけできても今の時代厳しかったりして ね効果も作れなきゃとかいろんなこうスキルが必要にはなるんですけども、ね、とはいえ普段録音を専門でやっていてそうなんです、メディアプログラミングもここまでできるっていうのはなかなかすごいなと思うんですけど、いつ勉強してるんですか？いつやはり1年生のからあの森先生の授業を取らせていただいて、あ、そんな嬉しい、それからはあのプログラミングを始めました。そうですか。あのライさんは多分あの大学にいて一番あの見かける学生なんでね、あ、そうなんだ、常に大学にいてあの勉強してる、はい、ね、だから録音が専攻だからっていうのがあるかもしれないけど、スタジオ借りたりね、はい、いつもコツコツとそうです、せっかく大学に入ってから、ね、そうだね、素晴らしいですよね、利用されないと、うん、はい、であの録音の、ね、まあ、専門の方ですよね、はい、そこの方でも、ね、なんかすごくこういい結果が、ね、こう出てるみたいなんですけど、そのあたりこうお話してもらえますか？あ、そうですね、うん、去年も日本オーディオ協会の、学生が制作する録音コンペティションにあの優秀録音技術賞に受賞させていただきました。素晴らしいです、ね、ありがとうございます。拍手をいただいておりますありがとうございます。ね、まあ、録音に限らず作編曲でもいろんな賞があるんですけどもね、でもやっぱりこうやって結果を、ね、残すのはすごく、うん、まあ、努力がね、やっぱね、こう大、努力しなければできないことですからね、うん、なるほど。であとその録音自体のなんていう専門というのは今何になるんですか？いろいろあるじゃないですか、スタジオ録音とかホール録音とかね、うん、今は、サラウンドの録音方式について勉強してて、まさに今回のイベントに録音されたドビアトモスの録音方式について勉強してます。なるほどね。あのパフォーマンスもそもそも、ね、マルチチャンネルでやっているし、はいはい、であとでですね、あの後半に入ってからご説明しようと思ってるんですが、ドルビーアトモスという立体音響の録音収録を実は今しています。でそちらのプロジェクトにも参加してくれてるんですね、ライさんはね。マイクを立てる感じです、はい、まあ大活躍っていうね部分ですよね、はい、うん、なるほど。であの先ほど言ってたそのコンペティション、はい、あれはドルビーアトモスじゃないのかな？あ、違います、うん、それはどんな録音の仕方ですか？あれはもう、うん、本当に普通のホール録音で、うん、あの私たちの大学のシーチェスを使って、うん、ギターを使って、うん、あの演奏者もみんなこの大学の学生です、うん、ちょっと吹奏楽の曲を録音させていただいた感じです。あ、なるほど。あの学内の吹奏楽の演奏を録音して、はい、それをコンペティションに出した、はい、ということなんですね、はい、うん、でそれはちなみに録音というのは どういう方式で録音したんですか？AB 方式という、うん、2つのマイクをスタンドに立てて、その音楽とその空間をキャプチャーできる録音方式です。なるほど、まあ、録音の中では非常にこう基本的な、ね、部分になると思うんだけども、はい、でもまずはステレオができて、はい、それからまあサラウンドとかっていう感じになるんですかね。さっき、ね、ドルビアトモスの話出ましたけど、そのライ君が思うその空間オーディオ、イマーシブオーディオの面白い部分ってどんな部分ですか？はい、やはりステレオに比べるとイマーシブオーディオの方がなんかできることが多くなってて、あと空間の何でしょう、空間を人に感じさせることが一番いいと思います。はい。そうなんですね。あの目の前ではなくて、自分がその空間の中にいることがあのとても素晴らしいと思います。そうですね。今あのまあ2年ぐらい前かな、Apple Music がね、あの、はい、そういうドルビーアトモスという空間オーディオに対応しまして、あの本当にスマートフォン一つで、イヤホンがね。エアポッツかな、でそれがあれば簡単に空間オーディオが楽しめるんですね、はい、であの何かすごく特別なのかというとそういう感じじゃなくて、むしろすごく自然な3次元の音の広がりとか、そういうのを楽しめる感じですよね、はい、どっちかっていうとね、はい、うん、はい、そのそうですね、はい、うん、それが素晴らしいと思います、ね、あの映画館とか行くとね、なんか後ろでこうガサガサと音が動いたりとか、要はその物の移動みたいなものが音響で
こう表現されるって、ね、あれももちろん面白いんだけど、空間オーディオに関して言うとそういうことよりも、まあ、自然な音の広がり、はい、臨場感ですかね、はいはい、そういうものがやっぱりね、はい、楽しみになるかなってことですかね。はい、はい、分かりました。それでは次のパフォーマンスの準備がやってきましたので、はい、じゃあライさん、はい、こちらになりますね。はい、雷聖翔さんでした。拍手お願いいたします。はい、それでは前半最後の作品になります。渡瀬のボカロ劇場です。お楽しみください。Thank you.
はい、渡瀬のボカロ劇場の皆さんの演奏でした。それでは作曲者の少々さん、こちらにお越しください。気をつけて、ね、はい、大丈夫ですよ、大丈夫。はい、今ねパフォーマンスを終えましたけども、まずその感想をね聞かせてください。はい、実はこの曲はボーカロイドとクラシック音楽スタイルに有効してみるトライです。デジタルのボーカロイドなのに皆さんが曲の抑揚を楽しむことですごく生き生きてしていて、まるでボーカロイドと演奏者が一体になっているのを感じしました。なのでとても感謝しております。今日は演奏の方はね本楽の管楽器コースとそれからピアノコースの方ですかね、はい、ねご協力いただいて、で、ね、今言っていたようにそのボーカロイドとこの器楽の演奏をねこう合わせるっていうのはなかなか結構バランスも難しいよね。そうですね、リズムも難しいです、そうだよね。だからまあそういう繊細な部分をね、しっかりこう作り込んでくれたかなっていうね感じがしますね。ありがとうございます、はい。まあ、少女君ね、毎回このデジタルアーツとあと2月に音頭計という企画もあるんですけど、そちらもね頑張ってやってくれてるのでね、頑張ってます。ぜひ、素晴らしい音を聞かせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。少女さんでした。はい、それではこれで前半のプログラムが終わりましたので、これより約15分の休憩に入ります。
逃した涙も歪んだここで風を連れてる演奏でした。それではもう横に今来てくれてますが、アークのボーカルですね、担当の多田萌さんですね、来ていただきました。でまずマイクは、はい、後半パツ目のアクトということで、はい、ちょっと緊張もねあったかもしれませんが、とてもいいパフォーマンスだったと思います。それではね、あと今回あれですね、あのロック&ポップスとピアノコースの方がね、はい、メンバーで参加してくれて、いました。はい。そしてまずじゃあパフォーマンスの感想からね聞きたいと思います。はい。そうですね、この曲はもう去年の前期ぐらいから作り始めていた曲で、もうなかなかライブもできなくて、で今回あのメンバーを集めて本当に素晴らしい演奏ができたと思います。去年のそのあれかな、か大学の授業とかそういうところでってことですよね。まあね、専属の場合はあのいろんなコースが、ね、ありますから、コラボレーションっていうのはねこういろいろできるとは思うんだけど、その授業っていうのは実際どんなその授業なんですか、内容としては。はい、そうですね、この曲を作った授業はグループワークで、前期と後期1曲ずつ曲を作って提出するっていう授業なんですけど、まあ、そのグループの作り方っていうのは、その授業自体がいろんなコースの人が履修しているので、そのこの人と組みたいなって思った人に声をかけて、で自分たちで作っていくっていう授業になってます。なるほど。じゃあそのライブをやるとかじゃなくて、音源をこう最終的に作って提出するっていうことなんですね。まあ、そういう意味で音音の学生はね音源作るの慣れてるからいいけど、逆にそれを今度こうライブでやろうと思うとなかなか経験がねないですよね、音音の学生はね。なるほど。そうするとじゃあ、まあ今回のこのライブのためにあのこうやってメンバーを集めてくれたっていうねことだと思うんですけども、すぐ集まりました。いやでも本当に
実はその授業で後期に1回ライブがあるんですけど、まあ、それにはちょっといろいろあって出れなくて、でもともとこの曲自体その本当はドラマーとベーシストが違う人がやってるんですけど、でそこもちょっと都合が合わないとかちょっといろいろありまして、でいろいろたくさん探して引き受けてくれたっていう感じです。そうなんですね、はい、分かりました、それではね次のバンドのね、デイタイムフュージョンの準備がね少しできたようなのでちょっとじゃあバトンタッチしましょうか。はい、じゃあアークの多田さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあこちらからね気をつけて。はい、パフォーマンス前にね、お話をね伺いたいなと思うんですが、デイタイムフュージョン、はい、かっこいいですね。コウチエンさんですね、はい、コウさんはまあ今センターでキーボードね入りましたけども、こちら演奏するっていう感じですね。そうですね、うん、で役割としては何だろう、演奏と、一応作曲とキーボードを演奏しております。あ、作曲もやってるってことは、じゃあまあほぼリーダーみたいな、そうです、コウ君のバンドみたいな感じですか。はい。バンドの演奏っていうのは結構今までよくやってますか。あ、僕実は初バンドなんですけど。なるほど、そう、初バンドなんですね、はい、でもこれだけねすごいメンバーが初バンド で、ね、集まってくれるってのはいいですよね。そうするとじゃあ普段はバンド以外のなんていうのジャンルの曲作ったりしてる。そうですね、うん、ジャンルっていうか OK もちょっと作ったりしますとか、ほとんど打ち込みなんで、あのバンドはそういう生演奏を初めてです。ああ、そうか、じゃあ、あれなんだよね、いわゆる DTM 系、まあ、音で言えば一番多いタイプですよね。はい、あので皆さんなかなかバンドこうねやろうと思ってもね、はい、あのさっき言った機会がねないんだけども、じゃあこういうところでそれができたっていうことですね。はい、はい、で今回フュージョン、そうですね、はい、フュージョンっていうと僕らの世代はなんか本当懐かしい、ね、感じですよね。感じしますね。で、まあ、テクニカルなねやっぱ演奏だからそういうのも難しいななんて思う、はい、こうそういう感じなんですけどね。そうですね、あのコウ君たちまたね時代が違うけど、どんなあのフュージョンっていうとどんな感じで受けるんですかね。そうですね、うん、フュージョンっていうかあの、結構ロックフュージョンなんて感じで、あの J-POP と融合するというか、あのそう、あの一般的なフュージョンよりあの結構ストーリー性が入ってるかなと思って、もともと歌物なんで歌詞が入ってるんで、それフュージョンにアレンジしましたっていう感じ。そういうことか。そう、じゃあ歌の部分をまあ、いろんな楽器で少しずつメロディーを演奏するっていう、そういうアレンジなんですね。多分今日ねお越しの、あのお客様の中にもねフュージョン昔聴いていたっていう人もねたくさんいるんじゃないかなと思うので、あの今の時代のねフュージョンがこうどんなかなっていうのをね少しこうね感じ取っていただけたらねいいですよね。まあ少しじゃあポップス系っていうことなんだね。そうですね、ロックよりかな、ロックっぽいか、ロック、ああロックっぽいフュージョン、はいはい、分かんないなるほどね、はいはい、でコウ君は今そのステージのセットにキーボード2台とその奥になんか小さいミキサーとかいろいろあるけども、キーボード2台これ弾く感じですか。うん、奥の方はキーボードなんですけど、その外の方はあのシンセサイザー、うん、あ、まあ、じゃあ2つ弾くということなのかな。弾くんですね、はい、分かりました。じゃあそのあたりも楽しみにね、聞いていただければと思います。はい、はい、それではじゃあマイクお預かりしましょう。はい、はい、それではデイタイムフュージョンです。
はい、デイタイムフュージョンの皆さんでした。ありがとうございます。この転換ではですね、少し私の方からお話をさせていただきます。まず音楽音響デザインコースですが、まあ、3つの分野があります。まあ録音がその中の一つなんですけども、まあ最近ですね、この録音の世界で、まあドルビーアトモスをはじめですね、いわゆる空間オーディオというものがすごく注目されております。昨年度から本コースでは録音の学生のためにドルビーアトモスレコーディングプロジェクトというのを始めたんですね。で例えばですね、そのドルビーアトモスのコンテンツをただ作るだけであれば、まあ、比較的それ簡単にできるんだと思うんですけども、我々はこういう収録からまずしていくと、ね、例えばこういうコンサートライブを、たくさんのこうマイクロフォンで収録して、それをトラックダウンミックスダウンして、さらに映像と組み合わせて、そして最終的にスマートフォンでそれを再生していただくというような、その配信のところまで一つセットでですね、まあプロジェクトとして行っています。そして今回は学部生ですね、それから大学院生のチームで約20名ぐらいおりますけども、昨日からですねこの会場に入ってこの録音の準備をしております。そして今もですね、このブラックホールの建物の3階にですね、音楽音響デザインコースのスタジオがありますけども、そこでですね、リアルタイムでここから送られる、まあ音声信号ですね、これをこう収録しているというようなことでございます。そして、今会場にですね、このドルビーアトモス用の収録用のマイクがあるので、ちょっとそれを皆さんに見ていただこうかなと思っております。この最前列ですね、はい、最前列の方の、今ライト当たってますかね。この両サイドにすっごい高い位置にマイクがこう2本 LR で入ってますよね。で実は後方にもですね、同じように高い位置にマイクがあって、あそこは2本ずつ置いてありますよね。見えますかね、はい、普段なかなかこんな高い位置にマイクをこう置くっていうのは見ないかもしれませんが、まあ、置いてありますね。でさらにですね、ここも今ステージ暗くてあれですけども、その奥の方にですね、両サイドこう LR を置いてあって、要はですね、この高い位置に置いてあるマイクというのは、この会場の響き、まあ、臨場感ですね、こういったものを収録するためのマイクで11チャンネルありますね。でさらにですね、今ここ見えるかな、ここにもですね、一つバウンダリーマイクというのが置いてあるので、会場の響きをまず11チャンネル、11台のマイクで収録しています。でそれを今リアルタイムで3階に送ってるんですね。でそれとはまた別に、このステージ上のまあ、演奏ですよね。まあ先ほどのバンドなんかであれば、たくさんのまたマイクで収録していくんですけども、最大で37チャンネルかな、ごめんなさい、32チャンネルか、32台のマイクでまたその音を取るんですね。でそれも同時に3回まで送ってます。ですから11プラス32っていう、それだけのマイクの数で、まあデジタルの情報としてこう上に送るんですね。で今それをこう、まあ、今日はミックスという収録をすることがメインです。そして、まあ、後日ですね、これを、まあ、ミックスダウンしますが、今日ここにですね、映像用 の, そのカメラがですね、また4台ございます。こちらで、まあ、4K の映像を撮ってますので、それと組み合わせて、コンテンツ化していく、そういう予定です。まあ、年内ですかね、年内をめどに皆さんにスマートフォンで、聞いていただけるような配信ので準備を今進めていますので、まあ今日ねお越しの皆さん、もしくは配信でご覧の皆様は、ぜひですね、この会場のこの臨場感とかですね、こういったものをまた改めてそれで味わっていただければなと思うんですね。まあできましたらですね、SNS やコースのホームページ等でまた告知の方させていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。そしてですね、ちょっと別のお話ですが、まあこういったまあ大きなコンサートですね、当然我々のコースだけでは実現できません。この公演を支えていただいています音響、照明、それから映像と配信ですね、あとは先ほどの録音のチームの皆さん、簡単にご紹介させていきます。まず録音と照明が音楽環境創造コースですね、徳永博先生率いる音響チームと、それから鈴木悟先生率いる照明チームの皆さん、そして映像と配信は音楽音響デザインコースの一ノ瀬ルポ先生ですね、ご指導いただいているチームが
今このステージの後方ですね、プロジェクターのスクリーンの裏にスペースがあるんですが、そこに陣取ってですね、今日皆さんに見ていただいている映像、まあ、タイトル映像も含めてですが、そういったものをオペレートしています。さらに配信ですね、 YouTube 配信、そちらも一ノ瀬先生のチームで担当していただいています。はい。そしてあとはドルビーアトモスですね、深田先生、録音の深田明先生がご担当いただきまして、今この下のこのビッグマウスですね、こちらの担当とあと3階の担当と分かれてですね、今作業を行っているということなので、ぜひこのスタッフの学生にも大きな拍手をいただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、こういったですね、まあ、研究というんでしょうか、大学機関ですから、特にテクノロジーを扱うコースなので、できるだけこう新しいものをですね、学生に提供できるようにということで、毎年プログラムを少しずつこう変えておりますね。で、まあ、録音ですと今はそのドルビーアトモス空間オーディオというのが一番注目されている部分ですね。あとは、まあ、はい、まあ、作編曲の方ですと、まあ、今からですね発表してもらう作品というのは、ヒップホップとかですね、DJ とかクラブミュージックが続くんですね。これもですね、なかなかその大学ではないような、まあ、音楽ジャンルをですね、このコースでは学べるようになっていますので、ぜひこれからのパフォーマンスもお楽しみください。それでは次はですね、フューチャーゲームと、それから東一成さんのパフォーマンスを続けてご覧いただきます。お楽しみください。Oh my god.
中に僕らのビート刻み、僕が主人公のゲーム始め、地図にはないメールしていこう、君と手を取り本の中の ありがとうございました。視界の端、よう揺れるメトロノーム、時間と共に過ぎる今、ピアノ叩き、物を作る仕草、音を聞いてはリラックス、まっとうなやつの火が俺を起こす、目を閉じてはジェラス、常に探すベラ、ティアマイエラ、ティアマイエラ、イエア、イエア、雲の上でしゃべりなベリーな素敵な敵は撃破、いとも簡単にできた物を壊す真夜中レイジ、いつもベースで硬い正義、YO YO YO視界の端、YO 揺れるメトロノーム、時間と共に過ぎる今、ピアノ叩き物を作る仕草、音を聞いてはリラックス、まっとうなやつの火が俺を起こす、目を閉じてはジェラス、常に探すティアマイエラ、安心した簡単な言葉装備だ、循環する瞬間今どこが揺れた、想像する現在進行形の光景な情景を綴る、まるで海を酔う濡れた水が今を通す、新鮮で繊細な時間を酔う、青いライトの下今も変わらない術を持ってる、夢は声を出す、持ち得たもの全て、赤い太陽の下何も飾らない、常に持ってるものが光り、それを誇る日々、きしむ音と飾りのベルで明るエレベーター、単純な計算に怯えてパラノイア、ファクなデイズを刻むやつはここを退いた、太い恋と二つの主張で今を生き延びな、ベイビー抜け出すこの最低、精神安定揺れ合うこの情景、連日織田再現する、捨てたはずの発言は救う女マイフェン、雲の上でしゃべりなベリーな素敵な敵は撃破、いとも簡単にできた物を壊す真夜中レイジ、いつもベースで固い定義、YO YO、 世界の端、よ揺れるメトロノーム、時間と共に過ぎる今、ピアノ叩き物を作る仕草、まっとうなやつの火が俺を起こす、目を閉じてはジェラス、常に探すベラ、ティアマイエラ、音大2年東一世です、よろしくお願いします。今日この発表を通して専属でヒップホップを作りたいって人が増えたらめっちゃ嬉しいし、もしだけどこの発表を通してこの大学にヒップホップを作りたいって言ってくれる受験生が増えたらそれが一番嬉しいです。じゃあ行こう。This is a hot shit yeah。キャッシュバックス、ヘイト、ジェラス、フェイン、この命に見合わないものはここで捨てる、ファミリー、フレンズ、ガール、ラブ、俺のことを支える、
フラッシュライト光があれば俺を照らせすぐにドラッグワイプ足がふやけるほど水に浸かるブラックナイト痛みを消してこの身を守る帳張りワンキャッシュベロを回しベロを増やすワンナイトフラッシュライト光があれば俺を照らせすぐにドラッグワイプ足がふやけるほど水に浸かるブラックナイト痛みを消してこの身を守る帳張りワンキャッシュベロを回しゼロを増やすワンナイト光が消える夜の狩りを消して星が見えた時に民が消えればいい美しくは泣けない本のようには吐けない言葉がつもりのを締める俺の手を引いて風が運ぶ夏の夜熱を帯びたムーン心を叩くように声を出して熱い夏を生きるアイスが溶けるベースベース蝉と人のノイズかき分けてく変わりはないこの日のために割れろ雷鳴轟く辻褄を合わせる未来と過去と現在言葉で奏でる海は鏡月を映す孤独に立つきらめき人を守る景色のこと何があっても忘れないキャッシュバックスヘイトジェラスフェイトこの命に似合わないものはここで捨てるファミリーフレンズガールラブ俺のことを支えるやつのことを思うフラッシュライト光があれば俺を照らせすぐにドラッグワイプ足がふやけるほど水に浸かるブラックナイト痛みを消してこの身を守る帳張ワンキャッシュベロを回しゼロを増やすワンナイトフラッシュライト光があれば俺を照らすすぐにブラックナイト足がふやけるほど水に浸かるブラックナイト痛みを消してこの身を守る帳張ワンキャッシュベロを回しゼロを増やすワンナイトイエーフラッシュナイトよ敬礼送る俺を見つけてくれたやつを受け入れる尖るマイクにセイネームスペルチェックマイセイメイスペースレックマイオーデー揺れる今格闘前スケールライフトゥスティールフェッシュワンクーレス溜め込んでるものを吐き出す名もないこの小説あん敬礼送る俺を見つけてくれたやつ受け入れる尖るマイクにセイネームスペルチェックマイセイメンスペースレックマイオーデー揺れる今格闘戦スケールライフトゥスティールフェッシュワンクレス溜め込んでる物を吐き出す名もないこの小説心に空きがある顔を隠すボイスやつは少年やつは少年すべて失うもの今ここですぐに楽になれよお前が捨てたものを見つめブルーライト輝くこの見た目に反して質素なボイスセリフが武器になる夜を越えてこの場所立つ願いポーチもここじゃ立てろ奴の音で壊す固く濡れた薪をくべろ濡れたものはいらず Thinking レンジレンドは叩いてのこのまとった目線見せる金銀財宝なら年間囲ったベースで奴を洗う視界を遮る真っ赤に染まったラブ染まったラブ黒い夜を愛したことを忘れない詮索するな俺のこと贅沢する子も息を吸えば顔をしがめ鼓動早めるこの場所選択しなさいただ現実から一つ選ぶ今に色をつけ感じてるほどビーチ Yeah YoYo. ここじゃ俺がリーダー Yo. Yeah. Yo. ここじゃ俺がリーダービートとマークのフリーダムブチキレスのクリーはスクラップを受けるフレッシュエス逆さまライジーダス逆さまライジーダス月が揺れる深夜手に取れこの金庫レイビーしたベイビー外に出すな正義ここじゃ奴はリーダービートとマイクのフリーダムぶち切れないビーサー逆さまライジーザス Yeah 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 月が揺れる深夜手に取るこの金貨太陽が割れて俺を戻す深夜愛情が欠けて手に取るあの金貨夜を歩く姿丁寧ライ JHK
夢は DGN キッフェス &JJJ 喉は開通を通す人を愛すこともなく色もなく二度と来ない今を薄くすべやと多面的で揺れる世界で唯一変化しない音と声が力を宿す This is my place このプレイスは未だ困惑天才や存在はローバー歯車消しの脳内揺れの心たまるのし瓦礫にはまる叩き通し黒く静かなここじゃ俺がリーダービートとマイクのフィーダムぶち切れすの首はスワップ受けるスプレッシュで逆さまライジーダス月が揺れる深夜手に取れこの金貨レイビースタベイビー外に出すな正義ここじゃ奴はリーダービートとマイクのフィーダムぶち切れライピーサースワップ受けるタフで逆さまライジーダス月が揺れるし手に取れこの金貨 Baby Yo 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 Back DJ AZ ありがとうございます。盛り上がりましたが、お二人ねお呼びしましょう。まずじゃあ井上さんがこっちかな。で東君ちょっと奥にね。はい。ありがとうございます。はい。まあフューチャーゲームってことね井上愛さんですね。はい、それから東一成さんですね。二人はね、今回そのユニットみたいな形になってるんだけど、普段ユニットやってるのかな？いや、やってないです。どういう経緯なんでしょうね、これは。自分が曲を作って、一成くんが一緒にコラボしてくれるということだったので、させていただきました。なるほど。まあ、井上さんのね、曲はまあポップスの要素もありつつ、はい、ラップもね、ありっていう感じでね、うん、ちょっと初々しい感じが、ね、とてもよかった。ダンスもね、すごいね、頑張ってね、ましたね。はい。でご自身としてはそのパフォーマンスの感想みたいなものって何かあります？去年のデジタルアーツを YouTube で見て自分はこのステージ立ちたいなと思ってたので楽しんで憧れのステージで歌うことができました。はい、よかったです。はい、はい、それではね今度東くんの方にもね少しはい、まずは感想かなパフォーマンスね聞いてみたいんですけども、なんか普段もっとちっちゃいところでやるんで、うん、ちょっとどう動こうかなとか考えてたんですけどでもこんな風にいっぱい照明当たってもらって楽しかったです。そうですよね。だから本当にその小さいところっていうのがよく分かんないんだけどもね、こうまあパフォーマンス慣れてるなっていうかね完成度も高いし結構活動してるんですかね普段ね。そうです、ラップはやってます。どうですか今日学校大学の中でこうラップをやるっていうのは。いやめっちゃ楽しいし、うん、次来る受験生の子がそういう子が増えたら一番嬉しいです ね。専属のヒップホップめっちゃ熱いから大学思いの学生はなかなかいないなと思いますけどもまあそうですよね。で実際ねやっぱこういうものを見て受験生の子ってここでねヒップホップ勉強できるのかとかね、そうやってきますからね。うん、なるほど。はい。でまずその東君の方にね聞きたいんですけど、はい、プログラムノート作品解説の中にちょっとこうジャンルのこと書いてあったじゃないですか。はい、うん、で、まあ、普段いろんなジャンルこうやるのかな、ちょっとそのあたりのこと聞かせてもらっていいですか。うん、自分は普段ヒップホップの中でドリルっていうジャンルをずっと作ってるんですけど、普段そればっかり作ってるんですけど今日は大学の発表だったのでドリルじゃなくていろんなジャンルをできたらなと思って2つ目の曲がドリルのジャンルなんですけど、ほとんどねヒップホップを普段聴かない方も、ね、いらっしゃると思うんでそういう意味ではいろいろなジャンルをそうですね、うんうん、紹介してくれたっていうそうかもしれないです感じですかね。うん、なるほど。その1曲目に2曲3曲かな、ね、今やってくれましたけどその東君が一番得意なんじゃないですかその2曲目のドリルっていうジャンルなんですね。一番好きですね。
なるほど。まあ、あの彼ら本当に真面目にヒップホップラップをやってくれていてあの、ね、しっかり、ね、勉強もしてくれてますからね。ありがとうございます。はい、あのじゃあね、まだお二人2年生ですかね、ね、まだ時間ありますから、またね来年もぜひ憧れのステージであの、ね、出演してもらえればと思います。はい、本当ありがとうございました。東さんと、井上愛さんでした。ありがとうございます。はい、ね、はい、はい、それでは次のパフォーマンス、根本まりのさんです。Let's go!
FM。はい、根本まりのさんのパフォーマンスでした。もうすぐね、ここに来てくれていますが、E1 年生の根本まりのです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやね、すごいですよね。何度見てもすごいね。あ、よかった。ありがとうございます。ね、しばらくね、半年ぐらい大学、彼は大学院生なんですね。今回一人だけ大学院で、ね、出てくれてるんだけど、大学院入って一回も、ね、会ってなくてね。あ、ほとんど会ってなかったよね。ほとんど会ってないですね。久しぶりに見たらすごいことになってきてうわって、ね、思いましたけども、まあ、DJ もね、さまざまなスタイルがあって、そうですね。ね、その中で、ああいった、まあ、アナログのターンテーブルを使った、まあ、パフォーマンス性の高い演奏というか、そういう感じですよね。はい、うん、まずその大学の中でこういうパフォーマンスをするっていうのはどんな感じなんですか？普段は違うもんね。普段は若者しかいないんで、ね、そんな私を困らせるのやめてください。あ、あの、皆さん若いんですけど、あのすごいきちっとした格好の人いないんで、普段は。なるほど。だからちょっとそのお父さんお母さんの目が怖いなと思いながら。いやいや、まあ、我々の世代だとあれですよ、あの90年代とか、あのターンテーブルのパフォーマンスとか結構知ってますよ。じゃあ馴染み深い。はい、アナログであれば。でもね、あれだけのパフォーマンスっていうのを僕テレビとかで見たことあるけど、実際に見たことなかったから結構驚きましたね、これはね。いや、ありがとうございます。はい、で先ほどだから、これ昔こういうのあったよねって彼に言ったら、そう、今でも全然日本の大会とか世界の大会とかでもこういう技術の大会がいっぱいあって、でも本当 DJ の人口の中では本当ごく一部しかやってないことなんですけど、けどまだ全然結構盛んに行われてたりする競技というか演奏方法というか、まあまあ演奏として見るとまた、あの、まあ、当然演奏レベルなんだけども、だ要するにクラシックのね、そのピアノとかああいう楽器を極めるのってある意味ストイックにこうやらなきゃいけないというのは、いや、そうっすね、なんだけど、ただアクロバティックじゃない。アクロバティックですね。技をどんどん開発できるっていう、なんかそこのね、なんか可能性を感じるよね。そういうこと、一昔前の DJ とかも可能性、なんか新しい技しようとしてターンテーブル縦にしてたりとかする人もいたから、そういうちょっとやりすぎちゃった、ちょっとやりすぎちゃったみたいな。いますよね、そういうのね。なるほど。ターンテーブリズムっていう言い方ですかね。ちょっとあの、プログラムの方にね、5時で何かマンタブリズムみたいな、これは一体何だろうと思ったのに、ターンテーブリズムっていうんですね。そう、こういうチャンルのことね。ターンテーブル2台とミキサーをなんか用いて工夫してなんかやるみたいなのをターンテーブリズムっていうらしいんですけど。なるほど、はい、いやいや本当にいいもの見せてもらったなと思いましたね。で根本君は、まあ、先ほどお伝えした通り院生、大学院生なんですよね。大学院生です。ですからまあ院生だと制作はまあもちろんですけども、まあ、ある種研究っていう、ね、ことで、あの、まあ、論文ではないんですけども、テクニカルレポートっていうものを、ね、修士でこう書いてもらってるんですね。なので今彼は研究も、ね、そういう意味ではしていると思うんだけど、ね、研究は例えばどんなことですか？研究はそのヒップホップの研究をしてて、うん、その日本語の邦楽を用いたサンプリングとなんか US のヒップホップの神話性みたいなやつをテーマに掲げてメインで研究してるんですけど、最近はああいう DJ の楽器としてのなんか研究じゃないですけど、どこまでの可能性があるのかみたいなのも視野に入れながら研究をしてます。なるほど。じゃあ、ね、今1年生ですから来年その研究がね、だんだん形になるっていう感じですね。なるといいですよね。はい、なってください。お願いします。はい、わかりました。はい、根本まりのさんでした。ありがとうございました。はい、それではいよいよこのイベントも最後のプログラムになりまして、大野隆弘さんですね、これからパフォーマンスしていただきますが、今回はですね、その前にお話聞きたいと思います。大野さんね、はい、大野さんは2年生からかな、このねデジタルアーツ出てくれて、ね、はい、ちょうど本当コロナ禍の中でね、配信だけでやってるような、ね、ところで、こういう、まあ、DJ スタイルの、うん、発表というのは初めてね、このコースでね実はやってくれた人で、
確かに、うん、そうなんですね。それで、まあ、今の、ね、根本さんもそうだし東君たちもこういうねまたジャンルの人たちがいっぱい出てきたっていうところなんですね。でまあ、今回集大成大げさかな一応4年生だからね、はい、そういう意味では出てた最後なんだけども今どんな気持ちですか。そうですね、うん、やっぱりこの4年間は、まあ、いろんなことがあっていろんなことを学んだんですけど、うん、そうですね、集大成といってもまだ目標には遠いなっていう自分の実力がっていうことは思うことがあって、でまあその中で、まあ、何ができるのかって考えたら、まあ、その目の前に聞きに来てくれた方を楽しませるっていう、すみません、ちゃんと答えになってるかわからないんですけど、いやいや、まずはそこが、ね、大事なところだと思うし、はい、ね、自分のパフォーマンスの ね、そこで評価されるというところが、ね、あると思いますから、で今日はですね、ダンスコースのコラボレーションということでね、はい、これもなかなか機会がないんだけど、はい、これはどうですか、今やってみて。そうですね、まあ、僕も何回かパフォーマンスをする機会はあったんですけど、やっぱり見た目っていうのも結構ライブパフォーマンスっていうのは重要になってきて、そこを自分に足りない部分を結構補ってくれる存在になってくれたかなと思うので、まあ、今回もぜひそこに注目してほしい、見てもらえたらなと思ってます。はい、わかりました、それでは大野さん、じゃあポジションにつきましょうか、はい、はい、それでは本日最後のパフォーマンスになります、大野孝弘さんです、お楽しみください。I'm not afraid to
はい、大野隆弘さんとダンスコースの大部屋さん、素晴らしいパフォーマンスをしていただきました。はい、以上で、本公演のプログラム、すべて、終了となりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとね、時間が長くなってしまいましたが、それを忘れるぐらいね、すごいパフォーマンスが見れるんじゃないかなと思います。そして、まあ、本当にさまざまな方向性の作品がございますので、やはり音楽音響デザインコースの、学生 の多様性であるとかクリエイティブな面というものを感じ取っていただけたら幸いでございます。また先ほどお伝えしましたドルビーアトモスのレコーディングプロジェクトですね、こちらの年内をめどに配信を開始しますので、ぜひですね、今日のこの臨場感を改めて体験していただければと思います。そして最後になりますが、2月の下旬ですね、年明けまして2月下旬に今度は音楽音響デザインコースのオーケストラのイベントがございます。ミュージックデザインシフォニックオーケストラでございますので、ぜひそちらにも足を運びいただければと思います。それでは以上をもちまして、専属データミュージック&アーツプロジェクト2023を終演いたします。本日はご来場いただきましてありがとうございました。